ということで、セクイチ4457点出てますね。こんにちは、ネムロチパワープラプリやっていきます。今回は、花丸高校ですね。やっていきたいと思います。アイラ、フリア、アーサー、夢城、雨崎くん、そして、知らせと。いうことで、今回はこの3条件、そして、このデッキ構成でやっていきたいと思います。マネキとドリックですね。行きましょう。うん。いいね。伸びください。とにかく伸びが欲しい。ナイス。ポーカーフェイスも全然嬉しいですね。で、ここはメンタルで。まあ、8月3週からね、この新しいカードイベントが始まるんで、ここからしっかりやっていきたいですねっていうのと、あとは、まあ、役をね、とにかく作りながら、まあ、前に進むっていうのが大事なので、まあ、そこを意識しながら、そして味方の評価をちゃんと上げながら、まあ、いろんなことを意識しながら、やっていくのが大事かなっていうふうに思います。とりあえず、これはここ踏みましょう。で、ストレートを作れるように、まあ、役を考えている感じですね。で、結構その役に関しては、皆さん、ま、やりながらだとは思うので、ちょっとこれを見ていただければわかりやすいかなというふうに思います。こんな感じで。まあ、ストレートと、あとは今回色が全員違ったので、まあ、トリコロールカラーということでね、二つの役が作れましたと。いうことで、役を作ると金徳が入ってくる構成になってるみたいなので、とにかく、ま、役を狙っていきながら進んでいくのが大事かなっていうふうに思います。こことかもね、3カードを作れそうな感じの役になってますね。あと大事なのが、その、ちょ待って、イベントわからない。イベントわからない。一応調べてはあるので、ちょっと待ってください。これか。恋人未満。パターン2、あ、そうか、これパターン2つあるのか。なるほどね。だからわかんなかったのか。今なんだろう、このイベント初めて見たと思って。で、根性骨でもらいますね、一番上で。そうか、もう一つのパターンだと、体力回復できるんで、結構ありがたいんですよね。ここ強いな。紫でストレートも狙える。守備だと3カード作れますけど、まあ、ここは変化でいいでしょう。で、OK ですと。で、0ね。フラッシュは作れて、しかも技術がたくさん入れられてって感じか。とりあえず体力入れちゃって、フラッシュしましょうか。で、根骨ないんで、まあ、バッと上げましょう、この辺。ペアフラッシュ。まあ、ここはさすがに、テンポで。で、9は結構カードとしても強いですよね。うわ、3人おるわ。シンプルにこのタック強いな。それかまあここに行ってストレートフラッシュ狙いかな。うん、体力もちょっと回復できましたね。オッケー、これでアーサー行ったでしょ。7。あー強すぎ。これは踏むしかない。で、こういう時に、ロボ効果アップですね。これめちゃくちゃ強いんで、とにかく使った方がいいと思います。あとは、これ5を挟めたら、一応ストレートになるので入れ替えちゃってもいいかもしれないです。うん。めちゃくちゃ強くなりましたね。まあ、本当にこのカード合わせをする高校かなって勝手に思ってます。低め。緩急は取っちゃってもいいけどな。逃げ玉。またはとにかく、まあ、バランスを整えるのが結構難しいかなというふうに個人的には思っています。強すぎね、これ。行きましょう。恐ろしいタック入りましたね。ストレートトリコロール。OK。アーサー、急速骨、ありがとう。最高か。7。ここで一応作れるっすね。まあ、7が赤なんであんまりあれですけど。まあ、いいでしょう。うん。2球種はまあ余裕ですね。で、ここでストレート作っておきます。カウント強化も上げれましたね。で、夢城。古谷がさ、成功失敗判定あるから、そこが、まずわからないと。
なんとも言えんけど、これはスタミナ踏みたいかな、さすがに。まあ1位で揃えておくっていうのもありですけど、ここはスタミナ行きましょう。アーサーとシラセのタッグも早く呼び起こしたいですね。回復ありがとう。セク1から恐ろしい点数出てそうですね。ちょっとスタミナ上げとくべきだったな。初期値低そうですね、だいぶ。7。7と5にもできる。トリコロール作れるな。トリコロールとフラッシュ作れますね。あー、ただこれここでもいいかもな。いやー、トリコロールでいいかな。一応プレミアムパワーも次溜まるって感じ。スタミナも行きたいしね。スタミナ行こうかな。ちょ、Cまではこれで上げちゃいます。で、あとはスタミナ。タックでなんとか上げていきたい。うん、ということで、セク1 4457点出てますね。まあ、結構掴んできてるかなとは思います。まあ、その分ちょっと皆さんにね、ネクスのカードをプレミアムに変身。めちゃくちゃ強いじゃん。っていうか、今使ってもいいかもな。これ今使ってもいいかもしんないですね。で、山札が結構少ないんで、一気に足しちゃってもいいかもしんないです。で、これ使って、結構みんな山札がこれで重ねられたと思うんで、これがメリットとして使えますと。だから僕はあとは皆さんにうまく伝わるように、後ほど動画を作らせていただきますけど、まあ、立ち回りとか、こう何をしなきゃいけないかってことに関しては、まあ、なんとなくは分かってきてはいるかなというふうには思ってます。これどうしようかな。うん、こうストレート作れるけど、あんまり強くはないっていう。こうヒーロー3人いるから踏みたいしね。うん、ここは役じゃなくていっか。プレミアムパワー貯めましょう。ガラクタ、ローナンバーか。正直に説明で。結構まだ掴めてないところもありますが、まあ、本当にこう、うまくやれば、まあ、相当こう、いろんな経験点貯められますしっていう。強っ。フラッシュがいけるね。うん、これフラッシュ、あ、トリコロールで急速取れるな。でかいな。急速取りたいんですよね。うん、これは急速いくか。トリコロールペアが作れますね。あ、でもこれタックはしないのか。次のやつが何かも5ですね。5でペアフラッシュですね。OK。で、ここは、ペアトリコロール作っておきます。で、一応次変化で、また、ペアフラッシュできるので、まあ、そういう、こう、なんて言えばいいのかな。まあ、戦略的なところというか、まあ、いろんなことは考えて踏んでいくのは大事ですね。ただ、ここは体力もなくなるんで、ここでトリコロール作っておけば、監督評価も上げれますし。それか、ま、手札全部捨てちゃってもいいかもしれないですけどね。はい。ハイナンバートリコロール。うん、ディレードアーム入りましたね。なんでまあ本当にこういろんなことを考えつつまあ進んでいく感じになると思います。あとは彼女はやっぱりこの高校でも使わなくてもいいかなって個人的には思いますけどね。多分そんなにこう必要性に駆られたことないので強いね。ペアか。ただここかな。夢城を取っときましょう。あと、バント封じぐらいは行って、ポーカーフェイスの方が欲しいですかね。まあ、持ってるよ。バント封じ行くか。うん。で、拾いましょうか。ゼロで捨ててもいいんですけどね、ここ、全部。正直、まあ、そんなに強い練習ないっていうのと。まあ、ただ、次、球速のところで、球が絡んでくるんで、そこがうまく使えると強いですけどね。なあ、フラッシュしとくかな。ペアを作るのか、フラッシュを作るのか、ちょっとまあ難しいところですね。まあ朝しかいないんで、そんなに作る意味っていうのがないかなっていうふうに思います。次6か。6の紫でトリコロール作れますね。そこを狙う感じにしよっかな。うん、トリコロール狙いでいいですかね。
練習場所シャッフルもまあ使えるでしょう。はい、ナイス。問題はこれをうまくさばいてくれるかどうか。で、練習場所シャッフルして休息とかに行きたいですね。これ相当強いんで。練習シャッフル、休息に集まれ。OK。んで、これは、これも使っちゃいます。うん、いいでしょう。まあ、筋力結構大変なんでね、貯めるの。行きましょう。で、トリコロール作れました。うん、いいですね。このままじゃいけない。で、33959ね。いや、めっちゃ楽しいっすね、本当に。あ、トリコロール作れてます。トリコロールスタミナタックでいいでしょう。はい。精神結構入ったから、まあ、今、あれを使ってもよかったですけど。プレミアムパワーは、まあ、だいたい半分くらいか。あ、いいっすね。めっちゃ強い。トリコロール作れてるし、これ結構、いっちゃっていいな。練習を、これでアップさせとこう。うん、相当強いですね。これ経験点の出し方もなんとなく分かってきましたわ。OK。ヘアトリコロール。トリコロールはもう結構数やったような気もするけど。柔軟に対応ですね。ナイス！うわー！マインドブレーカー失敗しました。こんなにうまくいってるのに。怪物キウイはフルヤーで取る予定なので、まあ、そこをもうちょっと考えた方がいいかもしれないですね。ちょっと痛かったな、それは。うん、ここまで順調なんでね。トリコロール作っちゃうか。いやー、痛えわー。それは頼むわー。マジで、夢しろ。勢いよ。確定でもらえるっていうのがめちゃくちゃでかいですね。アメサキくんに関しては。微妙だな。どの練習も微妙。まあ、ここを言っとけば99で揃えておけるので、まあ、それはありかもしれませんね。3カード置いときましょう。うわ、夢白痛えな。クイックありがとう。アーサーと1回。1。まあまあ、強いですね。うん、これは変化取っていいんだけど、3体力か。あー、なるほど。まあフラッシュでいいでしょうね。OK、うん、あと1回か。不眠症とかになってくれたらな今。そしたら使いやすいんだけど、あの3のやつ。あー、強い。ああ、ここはまあスタミナ踏みたいな。さすがにダブルタックですからね。これを踏めるのと踏めないとではこの高校だいぶ変わってくるので。ああ、あと伸び骨欲しいな。伸びがないな。緩急取っちゃえ。緩急と確か重い球ですね。重い球取りましょう。伸びがない。ちょ、マジでフルや、なんでもいいから成功して。これはありがとう。相当うまくいってる気がします。うん、セクニで9100点ですね。まあ多分伸び悩んだぐらいですね。セクニ1万点いけるね。セクニで仮面 OK で仮面取っといて、そうですね。まあここは変化でいいですが、これ体力使うか迷うな。次結構回復が来る。まあこれ通した方がいいね。よし、 OK。 でここは下ですね。うん、てかかなり率相当高い。普通にほぼミスってないわ。ああ、いいっすね。これも
ここで全然良きで、しかも3人いますからね。これ体力回復しよっかな、さすがに。うん。で、これで行きましょうか。3人でフラッシュ。うん、いいですね。1番手もう超えるでしょう。で、プレミアムパワーまた作れたらと、危ねえ。マジ危ないわ。1番手行きました。残り10ターンで。相当早いですね。で、また体力のやつについちゃってるんで、まあ、この辺は結構、次に何来るか次第にはなっちゃうんで、しょうがない感はあります。フラッシュ。フラッシュ、まあ、頑張って作んなくてもいいけど。うん、ここは変化行きましょう。で、1。うわぁ、強いね。ペアフラッシュがまた作れてますね。ここはペアフラッシュしに行きましょう。あとまあ山札、ちょっと山札増やしたいな。うん。オッケー。うん、フルヤが走りました。からの、V が4。5、4。あー、ペアフラッシュ作るか。まあ、ペアフラッシュ作ればいいか、これ。うん。行きましょう。フラッシュも結構数やった気がするけど。やめてー。今、不眠症にはなんなかったかな。やる気は戻さないっすよね。体力か。なるほど。まあ、効果もあんまり期待できないですし、使っていい気がするんだけど、普通に。普通に使うか。で、まあ、全部手札を捨ててもいい、正直。今、すごい微妙。うん。めっちゃ微妙ですね。まあ、ここ、いけないことはないですけど、捨てちゃえ。5がめっちゃ並んだわ。うん。スタミナでもいいし、ここで合わしとくのも全然いい。うん。やる気がないのがちょっと痛いっすね。伸びこつないっす。やる気は欲しいなって感じ。うん、ここは、まあ全然コントロールでいいですね。これやる気ないとマジで成功せんぞ。成功せんぞ、いろいろ。ナイス、ストレートフラッシュ。うん、狂気で OK ですね。ジャストフィットも行きました。うわ、やる気くれー、マジで。うん。まあ、人が集まってるんで強いですよね、変化とか。ネクストのカードをプレミアム。あ、これはロボットのやつを一気に上げれる。クソ強いやつ。夕食をおごってですね。いやー、ちょっとやる気が絶不調だからな。それ以外は何の心配もないんだけど、休息とかも。多分休息依存だと思うので、使ってる感じ。ここ行くか。プレミアムパワー貯めつつでいいっすね。休息コツください。なあ、伸びコツ。速さで抑える。ナイス、成功。これはありがてえわ。あー、まあ、いいとこないなー、これ、正直。いいとこないっすね。ロボ練習、まあ、210。めちゃくちゃ強いっていうのは、ないですね。ただ、まあ、これが、ま、最も強いんですよね。最も強いペアだと思ってるんで、これをうまく使っていきたいっすよね、個人的には。技術とかいらんからな。ここでいいか。変化やば。変化もやばいし、精神も、まあ、いつも足らないんですけど、今回は結構いい感じに取れてる印象がありますね。
うん、いいんじゃない。スタミナ行きましょう。ナイスペアトリコロール。スタミナ多分終わった、あ、終わってないか、4か。ここは3人いるから、まあここがまずいいでしょうって話と、まあ入れ替えはできないんで、普通に踏みましょうか。はい。とにかくやる気がない。わかんねえ。褒めたたえる。お、やる気ナイス。8か。あー、ダブルタックですね。これ踏んどきたいな。さすがにダブルタックは踏んどきたい。うん、これのおかげでだいぶ本当にスタミナは直上げでほぼ終わってますからね。9ナイス。うん、1万3000点、いい感じでしょう。15回復。腹の。行くとこねえ。3の体力回復はまだ使えないっていうのと、まあ、スタミナですかねってなると、これ使うしかないか。で、行きましょう。ナイストリコロール。3か。ああ、いいっすね。これでいいかな。変化で良さそうですよね。それかまあ5を持ってきちゃってっていうのもなしじゃないです。ここを取れるんでね。強っ。この高校やばい強いですね、マジで。古谷がもうちょっと。7か。ああ、いいっすね。ここは普通にシンプルにめっちゃ強い、タックが。7でいいかな？捨てる？それとも。いやー、このカードと入れ替えも使える。いや、いいか。シンプルに行きましょう。フリア頼むからマジで成功して。怪物9位まだ持ってないっすね。あー、強いなー。これプレミアムがうまく活かせない感じになっちゃってますね。体力回復も今いらないですし、正直。カードと入れ替えようかな。ゴーと入れ替えですね。が、一番いいかな。で、ここで揃えていく。3カード。か、まあ、ここでもいいっすけどね、スタミナで。プレミアムパワー結構貯めれるんで。こっちでもいいか。で、もうすぐ終わっちゃう、これ。強。スタミナバリ強いな。スタミナもうマジでさ、何にもしないってか100いってるわ。もう100いってましたね、僕の意思に関係なく。てか、古谷の感想とあれだな、ストレート、なんかやってないな、多分。なんかやってないな、僕。役を。役をなんかやれてないんで、足りてない感じしますね。技術欲しいなと。うん、役が足らないな。いきますか。は？っていうことで。まあ本当に残念なんですけど、ヒーローに自動失点で負けました。幸せー。エンド。はい。ということで、15,211 点、まあ2万点以上は普通に出せるんじゃないかなっていう感じでしたが、まあ、幸せエンドになっちゃいましたと。いうことで、まあこれはこれで一回皆さんにお見せもしたかったんでいいかなっていう感じです。
はい。はい。はい。ということでですね。まあ、バチッとしたのを作れそうかなというふうには思います。はい。ということで、皆さんヒーローにはしっかりと勝ちましょう。で、まあ、正直厳しいなという感じですね。この展開だとね。っていう感じなので、まあ、また、懲りずにね、頑張ってやっていきたいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。